シダ類は水草として生活するシダ植物の総称である。分類学的には参照も木に属する種のことを指す。シダ類としては例外的な特徴を持つ一群である。一般にシダ類は湿ったところに生えると言われるが、水中に生活するものはほとんどなく、ごく一部に水草として生活するものがある。それらはシダ類としては 得意な形態をしており、これを水性シダ類という。普通、水性シダ類と言われるのは三生もめの各種であるが、他に水中で生活する水ニラや水わらびを水性シダ類に含める場合もある。この他に水中で生活するシダ植物として水特草や水でヘラシダなどの種が知られているが、これらは近縁の陸生種と、 形態的にさほど変わらないのでこれに含めないことが多い。これらのグループは互いに禁煙なわけではなく、形態もそれぞれに異なっているので、まとめて論じるわけにはいかないが、いずれもシダ類としては極めて得意で、系統的にも特殊なものが多い。参照も目の各種は、シダ植物門の中では例外的に大胞子と小胞子が分化しており、 参照も目に含まれる酸化はそれぞれ互いに禁煙なものであるとも言う説もあるが、それ以外の形態があまりにも異なるので、互いに独立に進化したとも言われており、その類縁関係には定説がない。ただし、遺伝子情報からはやはり禁煙との見方が出ているようだ。水生シダ類はいずれも温暖な地域では多年層だが、日本では一年層として生活するものも多い。 また、いずれも除草剤等に弱く、一部を除いて、現在の日本では絶滅危惧ないし、それに近い状況にある点でも似ている。以下の分類群が、水性シダ類に該当する。三章もめなお電磁草科を独立の電磁草目と、するとの主張もあるが、これは通常、三章もめに含むとされる、ハット ABCD スミスエトール 2006A。 クラシフィケーション4エクスタントファーンズタクソン 55705731PDF ハット ABC タガはじめに、原色日本シダ植物図鑑 P170。ありがとうございます。